はい、皆さんこんばんは、カナダです。いつもチャンネルのご視聴や高評価、チャンネル登録やコメントなど大変感謝しております。さて、今回は久しぶりに新しいボードの紹介、2021年モデルのフワウシフライフィッシュ F2 が旅に向いたサップとして使えるかどうか試してみようかと思います。これまであちこちを回ってきたインフレタブルタイプのサップのボードもそろそろ経年劣化が心配な時期ということで、今回はより長く幅広く安定して、それでいてリーズナブルな価格設定のボードを試してみようかと思います。というわけで、まずは海へ行っています。
わけで、今回のこちらの行動、特に身長の高い男性や安定感とスピードに乗った重厚性、そして疲れのあるパッキングセット、威嚇といったあたりがおすすめできるかと思います。というわけで、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。